はい、それではやっていきます、ラフトですね。コンティニュー、あ、ちょ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 、コンティニュー、コンティニュー。いやー、前回の続きなんで、前回までは魚焼き器と水ですねが作れるようになったので、まあ、死なないようにはなったんじゃないかなと思います。リスポーンとかできたらいいんですけど、おそらく一回死んだら終わりっていう、マイクラでいうエクストリームモードですね。お腹がちょっと空いているんで魚を、あ、取れへんかったのかな今の。あ、いいですね、いいいいですね、いいですね。よいしょ。いや、ちょろいな、ちょろいな。もうちょっとレベルが難しくてもいいんじゃないでしょうか。もうちょっと難、ああ、違うね、違うね。もうちょっと難しいゲームにしてもいいんじゃないですか。ちょっと僕からすると簡単すぎるかなと思いますね。まあね、あのゲームの達人と言われた、ゲームマスターと言われたこのフェザーからすると簡単すぎ。草生えた、わらわら。じゃあロープを大量に作って、敷地をね、ああサメがおるな、敷地を増やしていきます。やっぱり土地が大きいほど、まあ、できることって増えるんで、ね、土地はねいくらあってもいいですよもんね。あー、あ、待って、あ、草、俺の草がねやっぱり欲しい。草があるとロープがいっぱい作れるから。ロープ欲しいな。いや、樽もっと流れて欲しいな。なんか勝手にアイテム取ってくれるやつみたいな、なかったっけ。多分あったと思うんで、それ作ろうかな。ちょっと多分ね、あ、待ってくれ、それはまずい、バカ野郎。あ、あ、うわ、あいつ取っていきやがったな。やってくれるじゃねえか、おい。宣戦布告ですね、あれは。宣戦布告、あれはやらかしやがったな。いや、許さんぞ、マジで許さんぞ、あいつ。しゃあない、あれは仕方ないです。次ね、あの報復してやりましょう。ぶっころですよ、ぶっころ、やつはぶっころですよ。じゃあ新しい、あのなんかこれかな、これポテト作るやつか。これアイテムネット、これや、これを作りたいと思います。やっぱりロープが全然足りてないか。あと1個で2つ作れるんで、もうちょっと欲しいな。お、来た。じゃあこれでもう一つ作れるんで、アイテムネットをねやっぱり欲しいですじゃないですか。自動的に取ってくれるのはすごくありがたいんで。さっきサメおったよな、食われてない。今ちょっとイヤホンが一つしかないんで、あの音聞こえないんですよね、ゲーム内の音が。 OKOKOK、 あー、なるほどね。ここら辺にこうポンと作って、こっちいっぱい流れてくるんで、ここにもポンと、どうやってな、つ、あ、なるほどね。めっちゃいいやんこれ。あー、待って、草生えた。これいっぱい作った方がいいな、めっちゃ便利やん。うわ、すげえ便利。
や、もうそろそろ困らなくなってきたかな 生活に。ああ、すげえ便利。いや、いいですね。いや、いいわ、これ。めっちゃ便利やん。初めから作っとけばよかったな、これ。何も考えんでも勝手に集まってくるっていう。もっと欲しいから、じゃあもっと作っていこうかな。ロープを。やっぱり初めの方は、こういう下準備をしておいた方が、効率がいいんで、まあ、建設とかする前に先にこうやって、基礎的なことを済ませたいと思います。いや、便利やな。おい、何してんねん、お前。おい、そろそろ死ぬんちゃう、こいつ。待てよ、ちょ、待てよ。耐久度っていうのがあるらしくて、どうやって見んのやろ。ちょ、耐久度の調べ方がわからないんですけど、まるで宇宙を見ているかのような、この漆黒の闇。暗い、この底の見えない闇。汚い海やな、これ。ここに、この目の前に置いても多分釣れるんちゃう。あまりにもこの、あ、ほらほら、釣れたわ。あまりにもこの海が闇すぎて、暗すぎて、魚も釣られるっていうのが分からへんっていう。このカッチカチの魚を焼きましょう。前回言ったんですけど、やっぱり初めの方はこうスラスラ進んでいくしいいんですけど、今ちょっと暇ですよね。同じことの繰り返しっていう。アイテム回収の装置を、アイテムネットを作るだけの暇な仕事。同じことの繰り返しになってくると、だんだん、なんか面白くなくなってくるっていう。まあ、そろそろ潮時ですかね。このゲームもそろそろ潮時ですかね。葉っぱみたいな、これ。ほら、葉っぱ。でかい葉っぱを食ってるみたいな。うん。はい、そうですね。カットを入れたんですけれども、こういうふうにかなり 敷地面積を増やしてですね、そしてアイテムもたくさん集めましたので、ちょっと次の段階に行こうかなと思いまして、芋を栽培できるということで、そちらの方をやっていこうかなと。これかな。これを作ることで、この芋を育てれるらしいです。で、これはツリーって書いてるんで、多分これも作っとくか。これは多分ヤシの木かな。そんなにね、このゲームバージョンが新しくないんで、そんなに種類とか木の種類とかも多くないんですよ。でかっ、でかっ。思ってた以上にでかいな。とりあえず置いて、で、ここを、ポテト栽培場にしましょう。で、これを、ここに置いて、多分ですよ、こいつが、ヤシの木?ぐしゃぐしゃって音が鳴った。これがポテトですよね。何個作れるの、これ。ああ、3つ。3つまで作れる。はい。で、これが育つのを待てば多分いいんじゃないかと。もう1個作ろうかな。また作れるやろ。ああ。チェストじゃあ、2つくらい作っとくか。チェスト部屋はあっち。チェスト部屋こっちにしよう。チェスト部屋はここにして、ポン。
ープン。うわぁ、まさかの唐突ですね。死ね。いや、もうそろそろ死ぬと思うんやけどな。で、修理は右クリックして、これでリペアですね。あ、もう木の板ないわ。じゃあ、とりあえず2回作りたいんで、どうやって作るのやろ。あ、そうそうそう。これで、選んで、あ、これかな。でっか。バカでかいやん、これ。いやいや、でかすぎでしょ。こういうところであれか、金属使うんか、スクラップ。これをじゃあここに置いて20個ほど。どこ、ここ、あー待って、ここを2階にじゃあしましょうかね。ここを、うん、ポンと、2階をじゃあ作り上げていきましょう。どうしたらいいのかな。これ柱いるんかな。柱をこう立てて、でこうかな。やっぱり縄がすごいすごいいるよな。縄がいっぱいいるから、縄が一番欲しい。で、あれ作れへんな。なんでや。あ、フロアか。あー、作れた作れた。あー、なるほど。はあはあはあ、こう広げていきましょう。どこまで、あ、柱が必要になってくると、あ、なってくるとっていうか、柱が必要なところはもうそれ以上作れないって感じですね。ヤシの実は飲めないの？ココナッツミルクはこれで切るとか。あ、アイテムが、アイテム手に入ってる。あ、すげえ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 。めっちゃええやん、これ。ヤシの木めっちゃええやん。ああ、あ、ま、落ちたって、おい。もったいない。ココナッツ。一個ヤシの実落ちちゃいましたね。もったいないな。で、これはどうやって食べれんのかな、これ。あ、飲んだ飲んだ。飲んだし、でまた新しく種手に入った。めっちゃええやん。ヤシの木最高。ヤシの木あったらもう何でも生きていけるみたいな。ヤシの木さえあればみんな平和に暮らせるみたいな。もうヤシの木以外いらんやん。すげえな。おいおいおい、バカ野郎、この野郎、てめえ、よせ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 。あー、しよしよし、危ない危ない。これもしこの何風呂階段のところを食われてたらやばくない？ここ壊されたら全部パーっていう。それだけはやめてほしいけどな。はい、ということで今回はこの辺にして終わりにさせていただきたいと思います。やっぱりね、今回はすごく進みました。アイテムの回収も勝手にね行ってくれるようになったりとかで、もう栽培も自由にできるようになったので、こんな感じでこれよりもっと豪華なビルを建てたいと思っていますので、ビルをね、はい、あ、はい、それじゃあね、次の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではね、またお会いしましょう。バイバイ。